第73期、アルソック杯王将戦第1局が、栃木県大田原市のホテル花月で、始まりました。菅井、達也八段が挑戦者になり、藤井聡太王将にとっては、大山康晴15世名人のタイトル戦19連覇今並んでるんですけれども、防衛すれば、一つも落とすことなくタイトル戦初出場から20連覇というまた一つ金字塔を打ち立てるという、将棋ファンにとって非常にも大注目の年初のタイトル戦となりました。正立ち合いの塚田泰明九段にお越しいただいておりますので、今シリーズの見どころなどをお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。塚田先生は、若い頃といいますか、塚田スペシャルというですね、古い将棋ファンにとっては非常に懐かしい戦法、そうですね、これ新しいファンの方も今たくさんいらっしゃるんで、塚田スペシャルというのはどんな戦法だったんですか。そうですね、相掛かりの戦法で、基本的に先手番でしか使えない戦法なんですけれども、序盤から本当に意欲のままでこう、飛車と歩を使って、相手のこう、歩を、狙っていくんですね。でその歩一歩得を狙っていくのがまず基本で、それで一歩得をさせないとすると今度端を詰めるっていうことができるという、ですからその飛車と歩だけをこうその間を符号としては動いているような戦法で、相掛かりで先手番を握った時の急戦ですよね。ポイント上げていこうという戦略ですね。これで22連勝という、そればっかりではなかったんですが、22連勝当時新記録だったんですが、その原動力になっておそらく飛車中かそういう塚田スペシャル絡みの将棋がありまして、それが原動力になって、当時新記録だった22連勝をさせていただきました。そして1987年の第35期の王座戦で中原誠先生とフルセットの末、3勝2敗で初タイトル取られましたけれども、なんか翌年はストレートでリベンジをされたという、そういうタイトルの経験もお持ちということです。王将戦の立ち合いは初めて、正立ち合いは初めてで、副立ち合いの時代ですから、もう今から30年ぐらい前、30年以上前ですか、の頃は副立ち合いでは結構多く、私は大内信行、フットイチとか、いろんな先生方と先輩先生方が正立ち合いで、私は副立ち合いという形では 4,5 回は多分来させていただいたと思います。昨日は前夜祭や記者会見も行われまして、私も取材等でずっと見てたんですけれども、藤井王将の方は非常に柔らかい表情でいろいろ応対をされて、一方菅井八段の方は非常に対照的にですね、前夜祭で花束をこうそうですありました、もらった時も司会の女性の方が笑顔でお願いしますというふうに呼びかけたんだけど、菅井さんはなんかキリッとした厳しい表情のまま でキリッとしたとてもこう表情すればいい表情だった気がしますね。やはりなんか気合を入れてるというか、そうですね、自分のスタイルを崩さないという感じがしましたね。まさに盤上格闘家といいますかですね、もうリングに上がってるような心境だったんじゃないかな。気持ちはもう戦ってるんだと思います。先生もそのように何かお見受けになられましたか。エゴと言われてるんで笑顔なの普通なんでしょうけど、あれぐらいでいいのかなと思います。そして決意表明の中で印象的な言葉だったのがですね、特に菅井さんの方はその、振り飛車を信じてやりたいというような、そういう言葉があって、振り飛車を信じるというですね、言葉なんですけれども、今AI のこと時代になって飛車を振っただけで評価値が下がるというですね、その中で A 級棋士として振り飛車をこう頑固にというとちょっと言葉が適切かどうか分かりませんけれども、守ってですね、それで好成績を今もずっと上げているということで、その点についてはどんなふうにご覧になってますか。そうですね、もう私も振り飛車やらない振り飛車党なんですけれども、
まあ、逆に言うとそうなんですが、振り飛車党は少ないのは実は疑問には思ってますね。振り飛車は優秀だと思ってますんで、ああ、できれば居飛車両方できた方がいいと思ってるぐらいなので、ただね、両立は大変なんですよ、やっぱりね。だから罪の菅井さんが振り飛車にこだわって、まあ、AI はその評価低いと言いますけれども、先方として不利な感じはしないんですよね。だからぜひ自分の菅井流の振り飛車を突き詰めていただいて、まあ、菅井さんの立場がいれば藤井王将に勝ってほしいなと思いますよね。で、藤井王将はシリーズが始まる前 の, インタビューとかでもですね、やはり公式戦で の, その対振り飛車戦がやはり対局数が少ないことは懸念材料ではあるというようなことは口にされています。ただそうは言ってもですね、やはり、別格の成績を収めてはきてるんですけれども、やはり藤井王将にしても、まあ、叡王戦、昨年の叡王戦で菅井八段とは戦っておりますけれども、はい、2日制七番勝負というのは、まあ、初めて振り飛車相手に戦うということで、ここら辺は少しこれまでの2日制七番勝負と、まあ、違う戦い方になると思うんですが、藤井王将の胸の内を思いもんぱかると、どんな風に感じなんでしょうか。はい、そうですね、まあ、藤井王将は、まあ、もちろん短いのも強いんですけど、やっぱり長い将棋もね、2日制もずいぶん経験されますから、そういう点ではもう余分にじっくりさせるという点ではいいんじゃないでしょうかね。あと、その菅井さんとは叡王戦やってますので、まあ、これ菅井さんもそうでしょうけど、この続きをやろうっていう感じではあると思うんですよね。続きといっても当然そのままではなくて、その2人の戦いにプラス進化、お互いに進化した形で向き合ってぶつかっていこうというのが、あると思います。今日振り駒の結果はと金が3枚ということで、はい、挑戦者の菅井八段の先手番となりました。はい、まあ、振り飛車の場合でもやはり先手番を握りたいなかったんでしょうかね。あ、そうだと思いますね。逆に私も居飛車党なのです、逆に言い方しますと、居飛車党の人は先手が欲しいんですよ、対振り飛車に対して。急戦も狙えるんですよ。はい、でもう後手になっちゃうと、まあ、大体急戦無理なんですね。だから持久戦一辺倒になりがちなんで、自分と先手の振り飛車側の方が方が、なんていうのかね、自分で戦況を選べるっていうかね、飛車の振り場所もそうですけど、囲いなんかも、あ、つまり後手番で穴熊に勝負すると急戦来る場合があるんですよ。そういうのは今回は先手ですから、穴熊を、まあ、今回実は目指したわけですが、急戦が心配ないって言ってちゃうんですからね。はい、そういう点では、もう自分の好きな、だから三間飛車穴熊っていうのが菅井さんもしイメージがあったとすれば、それはそのまま想定通りに序盤は進んでるんじゃないかと思います。はい、そうですね。今お話に出ましたように、第一局は後手目に菅井八段が三間に飛車を振りまして、はい、で今囲いは相穴熊に進んで、今午前11時15分過ぎたところですけれども、はい、ここまでの進行なんですけれども、はい、手数としては結構いってますね。昔のタイトル戦に比べるとやはり進行が早いと言いますか。そうですね、最近は1年50手ぐらい進んでもまだ、まあ、普通というか展開によるんですけど、手数的に50手ぐらい進んでもおかしくないですしね。まあ、まだ駒組み段階で、駒はぶつかってはないんですけれども、はい、塚田先生は昨日の前夜祭の予想でも、はい、飛車を振るのは、まあ、三間か四間かなと、はい、最近は三間飛車が多いですね、はい、というようなことをおっしゃってましたが、まあ、その通りの進行になりましたですね。だから傾向はそうだったんで、まあ、こう全然違うタイプの振り飛車も塚田さんさせるので、そうかと思ったんですけど、まあ、戦型としてはある意味予想通り、予想通り、はいはい、これは結構持久戦相穴熊ということなので、硬い、お互い硬い囲いということだから、はい、やっぱり長い戦いになりそうかなという。そうだと思いますね。でただ相穴熊だと長いっていうのは強い者同士だとそうなんですけど、意外とバランスが取るのが双方難しいので、逆に硬さが同じだとバランスが崩れると、はっきり
片方が劣勢になっちゃう、だから優勢になって片方が劣勢になりがちなんですよ。だからそれが意外とあのなんか大雑把な戦法に見えて、まあまあ繊細な戦型でもあるんですね。だからお互いにあの角あたりのところはそんなには心配してないんですけど、角と後の戦い方ですか、どう待つかとか、どう動くかとか、特に今回は菅井八段先手番ですから、菅井八段ほか何か動く形を考えているんですか。囲いが終わったと思ったら、その後は囲い以外の飛車角とかを使って、どこから動こうかというような感じのイメージを持たれているんじゃないかと思います。でそのところをお互いにこう見極めて、ここで頂点にその小麦が、まあ、飽和状態になるから、そこで戦いが起こるんだっていうところをお二人とも見極めて、まあ、慎重に小麦を進めているという感じですかね。今の振り飛車は結構本当は優秀な戦法でもっと指される方が、はい、多くてもというようなお話も先ほどありましたけれども、はい、まあ、トップ棋士で振り飛車党といえば、まあ、菅井さんの、まあ先方としての師匠にあたるのは、まあ、久保利明九段で、はいはい、さばきのアーティストという異名も持たれてて、振り飛車というとやはりその、まあ、さばいていくというイメージが一般のファンの方も持っていると思うんですけれども、はい、菅井八段の場合はなんかさばくというよりは、本人も言ってましたけど、なんかこう自分から戦機を見つけてこう攻めていくというかですね、そういう少し他の一般的なイメージの振り飛車党と違うようにも思うんですけれども、はい、そのあたりは塚田先生はどんなふうに菅井さんの振り飛車をご覧になってますか。だから何ていうんですかね、本当に遡ってきますと、昔ちょっと大山先生時代、時代は大山先生の振り飛車を対応されてましたけど、あれでは急戦なんですよ。居飛車の方が急戦をやって、それで大山先生は、まあ、四間飛車が多かったんですか、対応するという。今急に居飛車側がまあ、穴熊も一番多いですよね。で、硬い囲いをまず目指してるんですよ。だそういう点では、なんですかね、今までは居飛車が攻めるっていうのが当たり前だった。で、居飛車が受け止めて反撃という。で、今は逆に居飛車が硬くするから、振り飛車の方から打って出てるってことが増えて、結局振り飛車自体は変わってないんですけど、相手が違う。居飛車の方向が違うので、振り飛車のこう行く方向も違ってきてるという感じがしますね。うん、まあ、そういう意味では進化してるというか、そんな気がします。なんか菅井さんも自分から動くという、まあ、本気は相穴熊ですけど、自分から動くところどこを動こうかというのを今考えているんじゃないかというふうに推察されますね。なるほど、はい。少し話が前後するかもしれないんですけれど、はい、まあ、藤井王将八冠になりまして、はい、竜王は昨年防衛をされて、はいはいはい、また21歳で、はい、まあ、新しい年で、まあ、ずっとタイトルの防衛戦がまあ続いていくことになるんですけれども、そうですね、将棋界藤井一強時代というのがいつまで続くのか、誰が、まあ、今王将戦始まりまして、菅井さんがその牙城を崩そうと挑むわけなんですけれども、はい、そういうその藤井一強時代がいつまで続くかみたいな展望と、はい、塚田先生はどんな風に。あ、そうですね、これは言っちゃっていいか分からないんですけど、まずその藤井さんの一角を崩せる人はまず藤井さんの年下だと思います。というのと、あともしかしたらなんですけど、人間よりも AI の言うことを聞く方がメインので勉強する棋士が出てきて、そういう人が藤井さんを脅かすんじゃないかというのが、私は歌いに誰かっていないんですけど、はい、ただ今10歳ぐらいかもしれません。ただおじさんが今20歳だから、まあ最低5歳ぐらいした、もしかしたら10歳ぐらい下の人が今 10歳11歳ぐらいの人で、だいぶ人間じゃなくて AI の言うことを聞いて勉強してる人がいるとすれば、そういう人がもしかしたら富士山を脅かしそうな気がしますけどね。例えば過去の大棋士で、まあ、大山先生にしろ中原先生にしろですね、はい、その名人をずっと連続で防衛する中でも、例えば他のタイトル戦では時々、まあ、こう落としたりとかですね、はい、そうですね、そういうことが、まあ、あって、大山時代中原時代という時代は築いたけれども、無敗というわけではなかったんですよね。そうですね、それも十分な場合でしたけどね、第一人者だと思いますけど。でそれが藤井王将の場合は、まあ、
ずっと無敗で来てるというですね、はい、ここが、まあ、あの羽生先生とももちろん、はい、羽生先生のような先生でもなかなか例えば名人戦ではあの森内さんに永世名人先越されたりとかですね、はい、こうありましたし、はい、そういう偉大な棋士と比べても藤井さんのその凄さが別格といいますか、はい、その点についてはなぜあれほど若くして強くなったのかっていう。そうですね、まあもちろんどんな時代に藤井さんがいてもトップに立つと思うんですよ。なんですがやはりあのやっぱり AI の存在大きいかと思いますね。特にあの藤井八冠の場合はあの新王戦が強いっていうのもデビューの時言われてたんですけど、序盤がちょっとどうかなっていうのが言われてたんです。だけどあの AI のこう協力を得て、序盤に関しては全然今はもう上手いぐらいですよね、なっていて、で終盤強いから序盤中盤ちゃんとやれば強いんですよ。穴がないんですね。だからそういう点ではあの AI なくても藤井さんはトップになってると思うんですが、その AI が助けた分だけ早く進化してるんじゃないかという気はしてますね。だからそれがこの結果になってるんじゃないかと。早く進化しさらに穴がもう ないと、まあ、弱点がない穴は見えませんね。どの先輩やるとかないですないと思います。あの多分振り飛車をやるとあんまりうまくないというのが最近判明したんですけどやらないですからね本人ね。どう、まあ、まだ21歳なのでね本当に、はい、どこまで記録が伸びるのかっていうところもですね。そうですね。あとはやはり八冠はずっと続けるのは大変だと思うんですね。だからあの全部取られちゃうこともないと思うんですけど、一冠ぐらいはこう誰かが取ってもおかしくないので、それが誰になるかっていうのも今年は注目の一戦ですね。羽生先生の時はね七冠を取られた後すぐにあの三浦さんがですね、はい、あの一角を崩されましたですよね。そうですね、はい、やっぱり8タイトル戦を防衛一戦がするっていうのは至難だと思うんですよね。体力的にもなんですけど、だから当然あのどの棋士のっていうか挑戦すればチャンスがあると。挑戦するってことはその時その棋士強い一番強い棋士ですからね、まあ、チャンスあると思うんですけどね。ただそれを跳ねのけて藤井八冠が一年防衛したらもう私すごいことですね、うん、はい。でまあ、今期王将戦その菅井八段はまあやるからにはですね勝たないといけないというですね、まあはい、まあ自分を鼓舞するためにもですねあの、非常に強い言葉でですね決意をずっと述べられてきてるんですけれども、はい、まあいよいよ始まったシリーズなんですけれども、この七番勝負に、期待するもの、どんな将棋を見たいか、塚田先生はですね、はい、そこらどんな将棋を期待するかということをちょっとお聞かせください。そうですね。その前夜祭の時に菅井さんのあれの表情とか気持ちが伝わってきて、結局菅井さん強い棋士なんですが、そう言ってもタイトル戦に今後絡めるかどうかって保証はないわけですよね。だから本人としては多分ラストチャンスという気持ちがひょっとしたらあって特に出しては来年タイトル戦できますからね。だからタイトル戦に絡みたいという気持ちは強いと思うんです。でもあとは藤井さんを勝ちたい、満勝で勝ちたいという気持ちも強いと思うんで、そういう意味ではある意味こう敗戦の陣で臨んでいるという意味では菅井さんの方がこうあれ気持ちのあれは大きい気がするね。だその辺の気迫がこううまく乗ればという、当然菅井さんにもチャンスがあると思います。はい、塚田先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。